今日は砂漠越え。とはいえ300歩で砂漠越えるってバカだよな。待って、これ途方もなさすぎるわ。なんか建物ある。これ城？なんか違う気がするけど、古代の城だ。え、地下なの？うわ、なんかアイテムある。え、うわ、ダメだ、この仕切り向こうからしか越えれねえ。目的地じゃないじゃん。これは城なんじゃない？なんか誰もっかいるけど。頼む、降りてくれ。ストップ登る。シュエルン、そこが古代の城の入り口。これ下手したら1日さまよってたの。にしても登るはすごいな。僕より先に到着するなんて。だからなんで毎度300歩のやつより遅いんで。砂漠のポケモンに意外と手こずってしまって。20レベぐらいだぞ。ここまで来れたのは僕のポケモンたちのおかげだね。まあそれは確か。アデクさん先行って、僕たちも急ごう。お、なんか人いる。リュウさんについて分かったことが2つある。真ん中を通ろうとすると必ず落ちる。走って通ろうとすると砂に飲み込まれて落ちる。じゃあ避けなきゃダメなんだ。お、このタイミングで気泡も進化。お前ら空気読みすぎだろ。え、七賢人いるじゃん。ゲイジ様は言われた。お前の力量がどれほどか今一度確かめよと。我らプラズマ弾を倒せるか見させてもらうぞよ。そのセリフで戦わんのかい。え、シャドーボット。うわ、このアイテム拾いに行っといてよかった。ただこれ道は合ってんのかな。合ってんじゃん。やっと追いついた。だからなんで俺より遅いんだよ。お前たちわしのそばに来るんだ。恐ろいのようですね。もう一匹のドラゴンゼクロも復活させるため苦労なされていますね。ですがここにはお探しのダークストーンはないようです。さて、おめでとう。登る。あなたは我らが王に選ばれました。あなたがこのままポケモンと共存する世界を望むなら、伝説に記されたもう一匹のドラゴンポケモンを従え、我らの王と戦いなさい。出ないならプラズマ弾が全てのポケモンを人から奪い逃がし解き放ちましょう。解き放つだと？トレーナーと共にあるポケモンがそれを望んだのか。おやおや、これはチャンピオンのアデクド。長年のパートナーだったポケモンを病で失った数年前より真剣勝負をせず、四天王にポケモンリーグを守るよう命じたと。自分は一種地方をフラフラしている。そうなんだ。そのようなチャンピオンでも人々とポケモンが共に暮らす今の世界を守りたいと。我らがプラズマ弾の王はポケモンを縛り付けるチャンピオンより強いことを一種の人間に示します。そして一種を建国した英雄と同じように伝説のポケモンを従え、号令を発布するのです。全てのトレーナーにポケモンを解き放てと。そのため伝説のレシラムや王にふさわしい城もすでに用意しているのですよ。なんじゃそれ。わしは負けん。ポケモンを愛するトレーナーのために、トレーナーを信じるポケモンのためには。王はあなたに興味などない。勝利するのが当然の相手だと判断なさっておるのですよ。それを言うためにここに残っていたのか。わしもバカにされたものだな。まさか。親切ですよ、親切。チャンピオンのあなたが無駄な怪我などなさらぬようにね。確かに私は人々が絶望するその瞬間を見るのが大好きですがね。ちゃんと趣味悪いじゃん。ではごきげんよう。本当に嫌味言いに来ただけなんだ。おい、一歩返せ。アテクさん、これからどうするんですか。わしがポケモンリーグに戻りエンドと戦うしかないな。だがゲイチスの言う通りというのも尺だし、何よりダークストーンをどうすればいいものか。とにかく外に出ませんか。ああ、出ようぜ。お、連れてってくれんじゃん。うまく言えない。だけど絶対に許せない。エンドという男、何を望んでいるのだろう。2匹のドラゴンの戦いで勝ち残ることで己の正しさを証明したいのか。お、急にライブキャスター博士か。あの、ね、今すぐ疾風シティの博物館にいらっしゃい。何やら大変な様子な。疾風の博物館で何が待ってるやろ。何が待ってんだろうね。僕はもう一度この中を探す。あんなゲイチスの言うことなんか信じたくないんだ。君は疾風の博物館に向かいなよ。じゃあ行ってくるわ。実家に。あと5で届いたわ。アデクさんから話は伺ったわ。大変なことに巻き込まれちゃったのね。これかい。それってリゾートデザートで見つかった古い石じゃ。あ、そうだけど本当にドラゴンポケモンかい。リューラ星の塔を調査したところ、このダークストーンと同じ時代を示す成分が含まれていたんだよ。ということを私が調べたのね。さすがだね。それにしてもあの時プラズマ弾がその古い石に気づかなくてよかったですね。本当だね。じゃあ登る。これをありがとう。ちょっと待つんだ登る。え、このダークストーンを手にするということだぞ。それでいいのか。歩数ある限りどこでも行くよ。今のがお前の過去なんだな。分かった。心して受け取れ。そうか。このダークストーンはいざという時、私らとポケモンたちの理想の未来を守るんだね。登れ。大事にしておくれよ。託された。で、どうすればストーンからドラゴンポケモンが目覚めるというのか。そこは俺も気になる。そうだよ、あいつらがいるじゃないか。誰。そうか、あいつらがおったな。誰。登る。総流シティに向かうぞ。あの町のジムリーダードラゴンポケモンの使い手。ついに最後のジムか。また長旅が始まるぞ。そっか、総流のアイリスちゃんなら何か知ってるかも。そうか、あいつジムリーダーか。登るよ。お前さんのすぐ隣にはいつもポケモンがいること忘れるんじゃないよ。片時も忘れたことねえよ。なんだか大変そうってことしかわからなかったんだけど。登る。総流シティわかる。わかんない。セッカシティからシリンダーブリッジを渡った先にあるんだって。教えてくれてありがとう。今の説明でよく分からなかったらタウンマップを見てね。死ぬほど分かった。てなわけで今日はここまでです。